皆様おはようございます。本日も小森恵子の聖書の話をお届けいたします。本日の聖書箇所はマタイによる福音書6章33節と15章21節から28節です。題は神に喜ばれる祈りとは。副題は家内安全、商売繁盛は OK です。聖書の中にはまるで反対のことが書かれているように感じられることが多くあります。本日の聖書箇所も、その一つです。マタイ福音書ではイエスの言葉として6章で、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな、それは皆異邦人が切に求めているものだ、あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいとあります。つまりまず神の国と神の義を求めることが神の民としての正しい祈りであると言っているように受け取られる文です。イエスが弟子たちに教えた主の祈りでも、御国が来ますように、御心が行われますようにと始めにあります。しかし15章では、ユダヤ人にとっては外国人である女性がイエスの前にやってきて、悪霊に苦しめられている娘を助けてくださいと、願いました。これも一種の祈りですよね。この悪霊に苦しめられているという表現は、病気のことではないかと考えられます。イエスははじめその女性の願いを退けますが、彼女が決して引かずに願い続けるので、その態度を立派と褒め、彼女の願い、祈りを聞き届けられたのです。自分や家族のことではなく、まず神の国を求めなさい、そうすれば加えて与えられるとは言いませんでした。そして祈りに応えて彼女の娘を癒してくださいました。日本では、正月に有名な神社仏閣に行って、その年の自分の、うちの家内安全商売繁盛を祈り、子どもたちが、自分も含めてですが、年頃になったら良い縁談が見つかるようにと縁談専門の神社に行って祈り、試験の時期になれば天満宮で菅原道真に祈るといったように、身近にある神社仏閣に個人的な祈りをする人が多いと思います。私は、クリスチャンホームで育ちましたので、私は昔、それは異邦人の祈りで、我々クリスチャンはそういう祈りをしてはいけないと思っていました。まず神の国を来たらせてください、そうすれば私に必要なものは加えて与えられると書いているのだからと。以前ある教会で自分の娘が今週心臓の手術を受けるが、そのために皆さんに祈ってくれとは言わないという父親に出会ったことがありました。彼は神にあえて祈らなくても、その必要を、私の必要を、娘の必要を神はすべてご存知だから、言葉にしなくても良いのだという信仰を持っていたようです。しかしこの15章の女性は、ただ娘の病を治してほしい、そのことしか考えていませんでした。娘のことだけをイエスに願い、断られても断られても願い続け、祈り続け、結局最後にはイエスから話信仰だと褒められ、娘を癒してもらったのです。この聖書箇所から
私たちが家族のために具体的に祈り願うことは決して誤りではないということが分かります。家族の幸せを祈る、ひいては自分の幸せを祈る、それは決して神の国、神の義を求めることと反してはいないからです。もし自分の欲を満たすために他者の不幸せを願ったり他者の没落を祈ったりするなら、それは神の国、神の義と相反するでしょう。しかし自分を含めた家族やまた周りの人、他の人、それから世界の平和を祈るなら、それはひいては神の国を求めていることになるのではないかと思います。世界平和は決して全体だけの話ではありません。一軒一軒、また一人一人が幸せを感じるとき、その国は平和だと言えるでしょう。6章33節の国というギリシャ語はもともと王が支配する国という意味です。王国とは王が支配している国であり、神の国とは神が、つまり神の愛が支配している状況を指します。ですからイエスは神の国をまず求めなさいと言われましたが、それは私たちの人生、生活が神の愛で支配されている世界のことを意味しているのではないでしょうか。まず自分や自分の周りから愛と平和を祈り、それを徐々に広めていく。それは決して自分だけが良ければ他者や周りの人はどうでも良いという利己的なものではなく、みんなの平和の中に自分も含まれるという愛の世界、平和の世界を祈り求めることであり、結局それは神の国と神の義を求めている態度となるのではないかと思います。しかし祈ったからといって、この聖書の女性のようにすぐに答えが与えられるわけではないことは皆様もご存知です。祈りはすぐに答えられませんし、結局祈りは答えられずに終わったと思うことが多々あります。私の母は74歳で肝臓にがんがあるのが分かり、家族や教会のみんなが心を合わせてその回復を祈りましたが、結局1年後、その病気によってこの世の生を終えました。またある人は病気や怪我で体が不自由になることがあります。祈って病気や障害が、治ることもありますが、治らないこともあります。それは祈りの力が少なかったからでしょうか、信仰が足りなかったからでしょうか。決してそうではありません。パウロという人はそのことに答えを与えています。彼は自分の体にトゲを与えられたと言います。自分の体をチクチク刺し続け、痛みを与え続けるトゲを彼は神に取り去ってくださいと3度も祈りました。この3度っていうのは何回もという意味です。このパウロの気持ち、彼は復活のイエスに出会ってから宣教や伝道のために自分の命を捧げ、神のために働いているのですから、それに支障があるこのトゲを取り除いてくださいと願うことは、自分の個人的な願いではなく、神様あなたのためでもありますと祈ったのではないでしょうか。しかし、1回目の願いは無視され、2回目の願いは拒否されました。祈る者にとって祈りが聞かれないことは、神にその願いを拒否されているように感じられるものです。3回目の祈りを捧げた彼の心はどういう状態であったでしょうか。
神は彼の願いに沈黙を守り続けます。彼の祈りはとうとう聞かれませんでした。パウロは自分の願いが聞かれない、そのことの中に神の恵みを発見しました。力は弱さの中でこそ十分に発揮される。私の恵みはあなたに十分である。そういう神の意思をパウロは発見しました。そして祈りが聞かれないこと、トゲが取り去られないこと、そこにトゲが取り去られるよりも素晴らしい神の恵みがあることを教えられたのです。時には祈りの結果が私たちが望んだものと違うことで終わる時もあります。現実ではそのことの方が多いような気もします。時に願いが叶うことがあり、時に願いが叶わないことがありますが、しかしそれは我々の願い方が悪いからでも、神がエコひいきをしているからでも、そして、私たちの信仰が弱いからでもありません。結果は与えられるもので、しかし結果が大事なのではないのです。神はただ愛し合い祈り合う私たちの心の思いに目を留め、それを喜ばれるのです。結果はどうであれ、心を込めて具体的に祈る、そのことにあなたの愛があるのであり、そこに神の国があります。そしてトゲが取り去られなかった現実をパウロが感謝したように、私たちも神が与えてくださった結果の中に神の恵みを見つけ、感謝できるものになりたいと思います。難しいことではありますが、神は必ずどんな時にも私たちに最善をしてくださるということを信じ、これからも自分のため、家族のため、また世界の平和のために祈りたいと思います。これで本日の聖書のお話を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございました。台風一過、朝晩肌寒く感じられるくらい気温が一度に下がりましたね。つい最近までクーラーがなければ寝られなかったのが嘘のように感じられる今日この頃です。気温の変化が激しいと体調も崩しやすくなりますので、皆様どうぞご自愛ください。そしてコロナもまだまだ油断はできません。特に高齢者の皆様お気をつけください。秋分の日を過ぎ、これからますます日が短くなりますね。秋の夜長、皆様は何をして過ごされますか？まあ、私はこの秋、甘いものを食べ過ぎないで食欲の秋を乗り切りたいと思います。そして毎週日曜日朝9時に配信していますので、登録の方もよろしくお願いします。またコメントもお待ちしています。ではまた来週お会いしましょう。それまでお元気で、さようなら。